刈谷球場は愛知県刈谷市場町一丁目49番地の騎乗公園内にある野球場。施設は刈谷市が所有し運営管理を行っている。1950年刈谷市場町に刈谷市営競技場として開場した。近世には刈谷城にの丸があった場所であり、城石一帯は刈谷市営競技場を含めて騎乗公園として整備された。 カリア市営競技場の内野席からホームベース付近にはかつてカリア城の桜バ場,場堀があった。開業当時の両翼は91.5メートル、中堅は115メートルと一般的な数字であったが、宇宙間及び左中間は125.6メートルとかなり広かった。これは左中間イコール中堅イコール宇宙間が一直線になっており、拡段線形をしていたためだった。 カリ氏市は当時からサッカーの街として知られ野球だけでなくサッカーなど各種スポーツを行えるグラウンドとして建設されたためである。1950年の第5回国民体育大会の際にはカリ市営競技場がサッカー会場として使用された。1964年にはナイター設備が設置された。1994年の愛知国体の際 改修工事を実施して、一般的な形状の野球場となり、仮野球場に改称された。なお、この際に、仮屋市総合運動公園に、サッカー県陸上競技施設として、仮屋市総合運動公園多目的グラウンドが建設され、我が社地国体のサッカー競技に使用された。2019年秋から2020年春にかけて、リニューアル工事が行われた。高校野球や、 社会人野球などのアマチュア公式戦のほか、プロ野球オープン戦でも使用されることがある。開業当初は、中日ドラゴンズ主催のプロ野球公式戦も行われたことがある。2018年5月29日には、日本女子プロ野球機構の愛知でオーネのホームゲームも行われ、アイドル路線で知られる美人選手たちが汗を流した。ありがとうございます。